はい、どうも安尾のバルクシラジオです。早速ね、バルクシの方に向かっていきたいんですけれども、今日のバロキチは、土星の方にいるみたいですね。で、今日のバロキチかなり優秀なバロキチでして、あの新モッドを2つ持ってきてるみたいなんですよね。で、セカンダリー枠とプライマリー枠のモッドで、範囲プラスのプライムドモッドが、来てるみたいなんですよね。で、これね、パソコンバージョンの方で追加されてからかなり期待してて、すごい待ってたんですよ。早く来ねえかなって。なんか最近のバルクシの最後ら辺とかでね、なんか範囲モッドのやつ欲しい欲しい言ってたじゃないですか。俺それなんですよ。いやー楽しみだな。で、もう今日はね、もうバルクシの方に早速ね、すぐ向かっていきますよ。まあ、ていうか今日話すことがほぼほぼ用意しなくて、デュカット交換してきました。それぞれ350デュカットで交換できるみたいですね。で、効果としては 66% か。確かノーマルだったらこれなんぼだったっけ、 20% とかだ、あ違う、 22% とかだった気がするので、まあ約3倍の効果ですかね。あ、セカンダリーもプライマリーも同じなんだね。俺ね、プライマリーの方かなり期待してるところで、セカンダリーってね、結構強いモッドが多くあるんですよね。で、そうなってくると、なんていうのかな、天井の火力のところがガクッと下がるんだよね。プライマリーだったらね、そんなに強いモッドがないので、まあ基本的にはまあ属性ね、抜くことになると思うんだけど、セカンダリーにつけちゃうとだいぶセカンダリーがね、火力落ちちゃうっていうところなんですね。プライマリーと比べちゃうとどうしても、はい。で、プライマリーの方だったら、まあクバブラーマとかさ、まあクバオグリとかさ、強い武器露骨にあるじゃないですか。なので、これかなり期待してるところなんだよね。まあオグリスの方がちょっと火力を落とすことになっちゃうかもしれないけれどもね、ブラーマの方は結構火力あるので、はい。セカンダリーの方だったら何に使うだろうな。今だったら感染のキットガンとかになるんですかね、あれもね、範囲攻撃で結構ね、多段ヒット系なので、まあ、結構相性がいいんじゃないのかなっていうところで、なんかあそこにタイミングよく踊りを合わせてるピンクのグレンデルさんたちがいるんだけど、さっきからね、これちょくちょく踊り変えてんだよね。これ多分中身いる状態で、あれでしょVC かなんかつないで切り替えてんでしょ。すごいな。あ、ほら、あら、あ、動いた動いた動いたえ、そこもそういう風に動くの。なんかドラクエやってるわ、この人たちだけで、また動き出したおい、このグレンデルたちのせいで俺全然集中できないんだけど内容が、他は、あ、このぬいぐるみ持ってきて、で、武器の方がプリズマグリーンログデトロン、あ、デトロン今どうだったっけ。前はなんかすごい強かったんだけど、今どうなんだろうな、デトロンって。俺デトロン最近触ってないからちょっとわかんないな。で、お、ドメスティックドローン、これ3回目じゃない、バルクシさんのドメスティックドローン。またレースするか今度。パッと見いいものがあるとすれば、なんだろうな。あ、これあるじゃん、プリズマのシェード。これマスタリーランク上げるんだったらすごく効率がいいので、これはまあまあそこそこいいかなというところと、ピストルの火炎も持ってきてはいるんだね、一応ね。まあそんなに悪くないな、じゃあ今回のモッド枠は。6枚も持ってきてるしね。案の定クレジット足りないですね使うか、レジェンダリーコア行くか。よし、決めた、レジェンダリーコア使うわ。で、ピストルの方にもレジェコア使っちゃおうかな。最後の1個行こう。クバオグリにつけたら何メーターになるんだこれ。わお、13メーターすごっ。え、あのブーメランのチャネリングボムよりも広いってこと。すごっ、マジか。え、ちょっと待てよ。っていうことはよ、っていうことは、このナパームつけたらこの13メーターの 90% の範囲になるっていうこと。いやでもすごいな、範囲攻撃のインフレが起きてんねこれねいや、ほんと最近ね、範囲系の武器すごい強いのが多くね、実装されてるんだよね。
もう D も諦めちゃってんじゃないのかなってちょっと思ってんだよね、実際のところ。もう範囲系もうがっつり押していけばいいんじゃねみたいな感じで思ってんじゃないのかなって。え、じゃあクバブラーマにつけたらどうなるの。素の状態で 8.3m でしょ。これも 13m 余裕で超えるっていうお話ですか、もしかして。わーお面白いなこのゲーム。あー、セカンダリーでつけたいなって思える武器がそんなないんだけれども、あ、これとか面白いことになるんじゃないの。え、だって素の状態でこれ 7.2m でしょ。これギリギリ 13m いけるかなっていうぐらいなんじゃないのかな。範囲のモッドいけるかな、どうだ。あー、いけないか、さすがに 11.95、 ほぼほぼ 12m だね。あ、これも強いなってことは